自分はあんまり目立つ存在ではなかったと思います。ライバルだった選手たちもその時は必ず超えてやるっていう気持ちで日々サッカーに取り組んでました。まあ、その向上心がなくなったら、まあ、本当にサッカー選手として終わってしまうなっていうふうには感じていて、成長したいっていう気持ちはこれからも絶対になくしちゃダメだなっていうふうに思ってます。世界のレベルは高いなっていうふうに思いましたし、本当に危機感が芽生えてまだまだなんだなっていうふうに実感しましたし、まあ、でも今も昔も変わらずいつか必ず超える、そういう向上心っていうのはずっと持って、日々一日一日一分一秒大切にして、もっとやんなきゃいけないっていうふうに強く思いました。